初日の出始まりました。どうもどうも、お邪魔させていただきましたね。なんかね、はい、ご挨拶をね。どうも、はい、初めましてじゃないですか。新年明けましておめでとうございます。励ましておめでとうございます。おめでとうございます。はい、今年も光り輝く1年にしていただければと思います。はい、よろしくお願いいたしますね。歩くレフ版というね、いい感じで。そうかもしれないね。もうすっごい新年こんなことやっちゃっていいのかなと思っちゃったぐらいです。さすがでございます。ありがとう。もう本当今日のテーマにぴったりじゃないですか。そうですかね。はい、大変失礼いたしました。じゃあまず声がけからいってもいいですかね。はい、じゃあ第46回、はい、鈴木平次の平次エイジ始まりました。通称ハゲアゲ。はい、はい、もうね、ね、あのこの番組もなんか鍋さんと渡辺さんとね、出させて。いや、鍋さんでいいです。鍋さんでいいですね。はい、鍋さんと出させて。ベさんでもいいですよ。ベさんでもいい。いや、言えない、言えない、とんでもない、はい、そんな言えないですけど、はい、まあ楽しくやってきたんですが、まあ今年はですね、またあの本当にいろいろな形でですね、はい、あのまあこの番組を通して、はい、あのこうまあ、モテるというわけじゃないんでしょうけど、はい、恋愛のこととか、はい、あと恋あの、はい、結婚のこととか、はい、そういうのをこうお伝えできたらなと思ってですね、はい、また頑張っていきたいなと思ってますんで、ぜひ頑張ってください。頑張る。一言一言。ごと、あれですか、鍋さんの正月はどうされたんですか。正月は、はい、科捜研の女見ました。ああ、のスペシャル、あ、見ました私も。見ました。なんか爆破されて、そうです、なんかこの飛んできて、そう、ドモンさん、え、ドモンさん、そうドモンさんもね、死んじゃったかと思う、そうだったんですね。ね、見ました見ました。あれもでも今度なんかどっかの番組では科捜研の男とか、そうなんですよ、錦戸くんがやってる、すごいですよね。科捜研林ですかね。科捜研林ね。あと弁護士林ドラマはね。そうですね、弁護士もね、そうですよ。米倉さんの番組が終わったと思ったら今度は、そう違うね。錦戸君だとか、あの常盤貴子とかね。あ、なるほどですね。はい、やっぱ、うん、そうです。鍋さんやはりそういうテレビの情報番組とかそういうのもやっぱりいろいろこう見られるんですね。そうですね。あ、いいことですね。広く浅く、あ、いいと思います。やっぱドラマを見ているとですね、はい、アンテナが立つというかですね。なるほどなるほど。あ、こういうことが流行ってるんだとか。なるほどなるほど。はい、あのコミュニケーション、現在のコミュニケーションってこういう形なんだとか。なるほどなるほど。いろんな視点観点で見れるわけですね。見ますね。なるほどですね。うん、でも本当それ絶対大事ですよね。そうですね。だから恋愛って、でも今私もそうですけど、今こう頭出てきちゃいましたけど、はい、頭だったんですね。頭お日様かと思っちゃいました、ね。お日様、ね、ありがとうございます。はい、でもやっぱり恋愛ってやはりこうなんか、あ、あの人楽しいなとか、うん、こうなんかあの人といると、まあ、楽しくてもう人生がなんかバラ色だとかなんかないと、うん、やっぱり続かないんですかね、やっぱりね。よくあのー、はい、女性に好きなタイプの男の人はっていうと、はいはいはい、面白い人って答える方が結構な割合でいらっしゃる。あ、なるほどです ね。別に芸人じゃないので、うん、ね、その女性を笑わすとかいうことまでは考えなくていいと思うんですけど、はい、なんか一緒にいてね、はい、いつもこうハーハーハーってこう笑ってるようなカップルとか夫婦って良くないですか。そうですね。ね、バラエティの絶えない、ね、皆さんこう目標っていうと、うんうん、どんな家庭にしたいですかとかいろいろ聞くと、ね、もう笑いの絶えないと、笑顔の絶えない、絶えない、そうやっぱりありますもんね。でも鈴木さんはあまり親父ギャグとか言わないですね。うん、だからその、まあ、もちろんと親父ギャグそう、ね、うん、言える、まあ、まだそのダジャレ、ダジャレね、うん、だから鍋さんみたいにいつもこうパッパッパッって出てくればいいんでしょうけどね、そこがやはり弱いところですよね、自分の。弱いというか、言えないというか、別に真面目に。郷ひろみじゃないんだから。郷ひろみ。言えないよっていう歌がありましたけどね。はい、あ、言えない。あ、いや、知ってるじゃないですか。さすがですね。さすが、独身歌コン。そう。ね。そうです。はい、今度、それ、私が説明しようかなと思ったけど、さすがだな。まあ、さすがに。さすがですね、言えないよ。今度ね、2月2日に、町田の方でですね、独身のこう方を集めた、うん、やはり昭和の時代に、うん、昭和の時代ってそもそもいろんないい歌ありませんでした。鍋さんは例えば、うん、聖子ちゃん派とか明菜ちゃん派とかいろいろあったと思う。いや、歯を通り越してます、僕聖子ちゃんです。あ、もう聖子ちゃん、完全聖子ちゃんでしたね。あ、私は、はい、うん、そうですね、逆に明菜さんの方だったですね。あ、対立しちゃった感じですかね。そうね、このハゲみたいなね対立しちゃった感じでしょうけどね。そうそうそう、だからそういうのもあって、
ったんですけど、その昭和の時代 の、うん、あのいい名曲があったのを、うん、もう一回あのフラッシュバックというか青春時代戻してもらいたいという思いがあって、歌コンっていうのはまた面白いですね。そうそうそう、独身歌コン、歌コン、そうですね、うん、今、まあ、いろいろな番組でもあると思う、まあ、ちょっとねその辺本当に似たような感じになっちゃうかもしれないですけど、うん、独身の方が本当に歌を通じて、うん、もう一回あのなんていうんですかね、あの、まあ、いろんな出会いも含めていい出会いがあるかもしれない、ね、これ当日は何をしてくれるんですか。もともとですね、それが70年代から90年代までの本当にいいあの映像を一緒にこう、うん、まあ、あのその中で流すんですけど、うんうんうん、そこにあのもちろん当然あの、うん、カラオケとかですね、うん、歌もありますし、当然そこにもあとはイントロのこうクイズも入れたりとか。これ貸し切りなんですか。貸し切り、貸し切り、おすごいです。もう貸し切りですので、じゃんじゃん歌っていただいて構わないなと思って。じゃあ超ウルトラドンとかもあるんですか。まあ、やります、やります、やります。超ウルトラ、お正月やってましたね。そうですね、ヒデちゃんがやってましたね。さあ行ってみましょう、ルイヤードンだけやってましたね。そうですね、うん、それのそういう形のやつは、うん、あの やりたいなと思ってまして、うん、でそこにあのやはり同じような境遇の人たちが集まると、うん、やはりあの時はああだったねとかこうだったねとか、うん、やはり懐かしさもいろんな話題が出てくると思うんですね、うん、でそこでまた花が、ね、あの火がついて、うんうん、そこからまた次の展開に、まあ、友達も含めてですけど、うんうん、あの行けたらいいなと思って。なるほどね。この前ちらっと実はですね、はい、そのネタを、ね、聞いてしまいましてですね、うんうん、そのイントロも なるほど、なるほどって。あ、私、ね、僕に出してくれたじゃないですか。そうそうそう、はい、でもです、ね、ほとんど答えられましたもんね。そうですね。でもいや本当にすごいアンテナ張ってんだなと思いましたよね。特に今70年代80年代のイントロは、うん、はい、得意なんです。なるほどね。でっていうのが分かっちゃう。なるほどね。ただ途中だと分かんないです。あ、どっちの曲も、ね、もう頭、あ、頭でっていうので、あ、一回やってみてもね、まあ、今ちょっと先にできないんですけど、はい、うん、またやってみたいですね、この番組。ビッてね、でっね、ビッてね、そうそうそう。でも本当にその、うん、それがどっかの頭の記憶っていうか、どっかに残ってるんですかね、うん、もうその時代の、ね、そうですね、やっぱ年取ってくると昔のことは覚えてるんですけど、最近のことは忘れちゃうんですよ。はい、ここなんですよ。そういう面白いことを言えるっていうのはやっぱこれ大事だなと。これ面白いことは現実なんですけど。あ、そうなんですそうですね、困ったもんでね。失礼しました。いい、うん、物忘れというかですね、まあ、そうですね、激しくなりましたですね。そうですね、激しくなった。さすが、まあ、アンテナが立ってきましたね。そうですね、激しくと言われるとやっぱさすがにアンテナ立ちます ね、いくら鈍感な私でもですね、励ますとか激しくとか、そうですね、そういう言葉だけは、うん、あのハゲチャビンとか、そうです、ハゲチャビンなんて言われたらもう本当に大体、ね、ん？じゃないですね。あ、なるほど ね、いいじゃないですか、売りですから。そうです、もうね、今更もうこのね格好ですからね、ビバ売りなんで、うん、あの別に隠すも何にもないんで。そうですよ、ね、何を言われても全然もう平気平気平気、ね、ちょっとしたことぐらいでは怒んないし、もういつも笑顔でニッニッて笑ってるし、あ、うん、もう口角上がりっぱなしですもんね。そうそう、ニッてね、そうそうそう、ね、これでも絶対今鍋さんが言ったように面白い人ね、やっぱりニッてやっぱり、うん、ここ男の人でなんかしかめ面っていうんですかね、うん、それやってたら絶対まず女性の人もまずね近づかないですよね。そうですよ ね、だからやっぱり、うん、面白い人ってさっき言ったように、うん、やはりあの漫才までいかないにしてもダジャレ、うん、まあ、私はダジャレ言えないからあるかもしれないけど、うん、ダジャレの一つや二つ言える人、うん、でもね、そうなんですよ、そうおっしゃる通りなんですけど、ね、結構僕ね、あのこうダジャレとか、うん、カラオケでモノマネとかやらせてもらってるんですけど、はい、やらせてもらってるってのは変ですけどねあの何を考えてやってるかっていうと、はいはい、笑ってもらいたい、喜ばせたいですね。そう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 、なるほどですね。自分が面白い人って思われたいから言ってんじゃないんですよ、うん、はい、はい、そうですね、はい、喜ばせるっていうか、うん、まあもう男性女性問わずですもんね、田辺さんの場合はね、鍋さんの場合はそうですよね、うん、そうですね、そこはやはりすごいなっていうのいつも見てますけどね、見てて思いますけどね。いやいやいや、あとはこの人にはきっと言っても大丈夫だろうなとかいうのも考えますけどね、うん、あ、そこまで考えるんだ、やっぱりそこまで先まで読んでないとダメってことですね。そう、先見力、あ、そこはね、視点観点、これはその先見力を磨くには、さっき情報番組もそうですけど、アンテナ張るとかいろいろあると思うんですけど、ナベ、うん、さんがこのアンテナ、うん、その先見力を磨くとしたら、うん、どう、一番ポイントは何ですかね、何をした方がいいですかね。やっぱでもアンテナですね、いろんな何でも興味持つこと。そうですね、あ、そうですね、うん、また想像力をつけるっていうところですね。そうですね、この人は何をこれを言ったら
どうなってくれるだろうと、はい、それはまあその人をよく知ってないといけないんですけどね。なるほど、うん、そうですよね。まあ、芸人じゃないのでね、不特定多数の人たちと話すことってあんまりないじゃないですか。はい、そうですね、うん、確かに。なので、あ、好きになった人がいて、はい、あ、この人お笑い好きっていう情報ももう得て、はい、あ、そしたらきっと面白い人の方が好きなんだろうなと、うん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 、そこで何を言ったら笑ってくれるのかなっていうの、はい、まあ、最初はこうね、恐る恐る、あ、このネタダメかみたいなね。あ、だからその繰り返しですか、そのね、やはりそうですね、検証していくっていうか、ね、そうですね、やっぱり大事ですもんね。そうですね。でまたその彼女がね、ツッコミがうまかったら笑っちゃいますよね、はい、なるほどですね。こうもう2人でこう M1 出れちゃうみたいなね。なるほどね。でもそれやはりそこなんですよね。それ、うん、でもそれ考えてると考えてないの差ですよね。単なるこう、やはりなんていうんでしょう、うん、まあ、女性の方とお話しする、うん、例えば男性の方が、うん、まあ、なんか面白いことを言おうとするんだけれど、うん、なんかこう見よう真似で一生懸命やるんだけど、うん、まあ失敗したら失敗したで、うん、次にこう、まあ、どうするかを考えられるかっていうことですかね。いや、考えられないですよ、なかなか。それが自信なくなっちゃうんですよ。好かれたいよりも好かれたい喜んでもらうっていう、あ、そこ笑いをね、笑いを、ね、いうことで好かれたいよりもこう喜んでもらう。なるほど、これ一回いいことですね。ありがとうございます。その一日が楽しかったなって思ってもらえたら、きっと興味を持ってもらえるんじゃないか。 いいことですね。それ素晴らしいですね。自然とね、うん、もう本当に今の今日 の, あのこの勉強の一つなんですけど、うん、今日 の15分の中では、うん、好かれるよりも、うん、あの楽しんでもらえるっていうことを、うん、まず考えろってことですね。そうです。そうか。だからそれすると、なんか研究技術の歌みたいですよね。あ、はい、なるほど。好かれるようにね、笑わせろみたいな。そのだった、楽しませる、ね、あ、それはね、愛されるより愛したいっていう曲でしたね。なるほど、全然ちょっと違う。まあほら、一応ね、こういうね、昭和の独身合コンがございますね。ありますね。まあそれ、実際問題やれる方はやはり、まあ、男性の方はモテてる方が多いかなと思いますよ ね、 それね。モテてるというよりか、そういう、女性が多いってことですね。面白い人が好きだっていう。あ、そうですね、きっとなんか楽し一緒にいて楽しみたいんでしょうね。そうでしょうね、うん、笑ってたいとか。そうですよね、うん、でも男性もそうじゃないですか。だって女性の方でもうブスッと、うん、どんなに美人の方ではあっても、うんうん、ね、もう、うん、だけど冷たそうなっていうか、なんか、いやいやですよ、いやですよね、いやですよ。だから男女問わず、うん、やはり笑顔っていうか笑いは大事だなということですよね、うん、そうですね、そうだと思いますよね、うん、やはりそこはね、うん、もうこれからの男性の方もこれから、まあ、婚活される方もそうだと思うんですけど、うん、まあ、口角上げてとかうんぬんよりも、うん、とにかく、まあ、楽しませるというか、うん、その方に喜んでもらえるようなことを何か考えるってことですかね。うん、それをやれたら、間違いなくね、次に、次のステップに行くってことですよね。うん、そこはやはりね、これからも。いや、でも、さ、好きになってもらうってすごく難しくないですか？いや、だから、意識的に人間って、うん、私もそうなんですけど、好かれたいわけですよ。そのなんか女性の人はこの人に好かれたいなとかと思うんですけど、うんうん、まあ、ね、当時はそこやっぱりこういうとこがあったりするから、うんうん、自分の中で、ああ俺はダメだとか言っても結局決めつけちゃうんですね。だから楽しませる云々よりも、うんうん、そうですね。それもだからおせっかいと一緒で、なんかくれくれではなくて、なんかあげる、うん、そこですよね。そこがやはり違う、喜びを。そうですよね、まず与える、そう、楽しませる、ね、笑わせるっていう、みんな楽しんでね。したら結果、ね、もしかしたら好きになってくれるかもしれない。ああ、なるほどですね。どうですかこれ、ね、いいと思います。もしかしたら結果ね、本当だから、まずは僕いつもねそれでやってきました。ああ、なるほどですね、はい。まあ、そんな感じでですね、今日分かりましたでしょうか、はい、楽しく、まあ、楽しませるってことをまず皆さんたちに知っていただきたいということでございましたので、うん、ぜひぜひ、はい、ぜひお願いしたいと思います。女性を楽しませましょうよ皆さん。はい、では今日はそういうことでございましてですね、また本年もよろしくお願いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いいたします、はい、では失礼いたします。じゃあさようなら。さようなら。はい、ありがとうございます。どうも。